皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、じゃじゃーん、こちらまたまたグネイルさんで5万円分のお買い物をいたしました。毎度毎度大好評企画でございまして、今回もですね、可愛いものをたくさんゲットできたかなと思うので、全部着てね、紹介していきたいと思います。量が大量にあるのでテンポよくいけるように頑張ります。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで今回もですね、グレールさんで購入したものを紹介していきたいと思います。まず1個目が、今着ているこちらのトップスを紹介しようかなと思うんですけど、パッド付きクロスストラップニットキャミソール、カラーがオフホワイトの、サイズが M サイズでございます。このキャミソールね、めちゃくちゃ可愛いです。超気に入ってる。後ろがね、可愛くてクロスになってるんですよ、紐のところが。それがすっごい可愛くないですか。やっぱ夏って露出が多くなってくると思うので、バッグのデザインが可愛いやつとかってめちゃくちゃ私も大好きで、今年結構ね、そういうもの集めていこうかなと思ってたんですよ。前かがんだりとかしても胸も全然平気かなっていうのと、素材もすごく柔らかい素材でストレッチが効いてるので、着心地もとっても良くて気に入ってます。もう一色購入してまして、じゃじゃん、こちらのブラックも購入しております。ほんとストレッチがめっちゃ効いてて、丈感もねちょっと長めになってるので、パンツとかにもインがしやすかったりとか、そこもいいなって思いました。リブニットになっているので、縦のラインが強調されてスタイルアップ効果もあるかなと思います。ストック買っておこうかなっていうぐらい気に入ってるアイテムです。こちらのお値段が1499円でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。パッド付きバックレースアップテレコリブキャミソール、カラーがオフホワイトの、サイズがフリーサイズでございます。これもバッグが可愛くて、じゃん、こんな感じでございます。さっきのキャミは上の半分ぐらいがクロスになってたんですけど、これはもうね、後ろが全部レースアップになっております。なのでやっぱりこっちの方がちょっと露出が多くなると思うので、ちょっとここまで行くとさすがになっていう方はこっちのキャミソールの方がおすすめかな。あと生地感もこっちは本当もうめちゃくちゃ伸びるって感じだったんですけど、こっちもね伸縮性はあるんですけど、よりしっかりしたような感じのキャミソールですね。で、前のところもちょっと V になったりとかして、形も違うので雰囲気もね違って見えると思います。これですね、なんと3色買いいたしました。ブラックとグリーンでございます。この色めっちゃ可愛くないですか。このグリーン超可愛いと思って、やっぱ夏だしこういうカラーものとかもねすごく映えるかなと思うので、今回グリーンもゲットいたしました。これもねパッドがついてるので、これ1枚で着れるし、この紐が細いっていうのが綺麗に見えるなという気がするので、このデザインもねすごく可愛くてお気に入りです。で、さっきのトップスよりももっと丈は短めかな、クロップド丈になっております。デニムとかに合わせてラフに着たりとかしても可愛いと思います。こちらのお値段が1499円でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。今回ですね、もうお気づきの方もいるかと思うんですけど、まあ、夏服ということでキャミソールを大量にゲットいたしました。夏はねキャミソールすっごい使えるので、1個、2個、3個、4個持っておいても損はないかなという気がします。それと比較とかもしていければなと思って、キャミソールって言ってもいっぱいあると思うので、どれがいいかなっていうのを動画で伝えられたらなっていう風に思って、今回たくさんねまだまだゲットしたんですけど、またそれも後で紹介します。こちらがパッド付きスクエアネッククロップド丈キャミソール、カラーがオフホワイトの、サイズが M サイズでございます。これもさっきのキャミソールと同じぐらいの丈感かな、クロップド丈なので短めの丈になっております。これは前のデザインがちょっとこうスクエアネックになってて、こういうデザイン私すごく好きで、ちょっとこう脇にかけて落ちていくようなデザインっていうのも海外感が強く出るかなと思うので、そういうファッションが好きな方にもとってもおすすめな形です。素材もまたこれ違って、これが一番 T シャツっぽい感じかな、綿っぽさがより強い感じの生地感になってます。で、紐はね調節はできないんですけど、長くないので私はすごくぴったりでした。これもスクエアネックになってるので胸のところもカバーできるかなと思います。で、こちらもう1色ゲットしてて、ブラックでございます。これ1枚で着ても可愛いし、ここからなんか羽織ったりとかしても可愛いし、レイヤードもしやすいカラーなので、こちらの2色をゲットいたしました。さっきのこのキャミソールは後ろのリボンで調節もできると思うので、いろいろな方が着れるかなと思うんですけど、このキャミソールは割とピチッとした感じだったので、すごくタイトなトップスでございます。こちらのお値段が999円
点でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。パッド入りリブキャミソール、カラーがオフホワイトのサイズが S サイズでございます。これはね、すごくシンプルなキャミソール、オーソドックスな感じの形になってて、あとこれは紐が調節できるようになってるので、自分の好きな長さで着れるというキャミソールです。リブニットになっていて、これはね、今回のキャミソールの中でも割としっかりめなキャミソールですね。生地がしっかりしてます。で、これもう一色ゲットしてて、またこちらブラックでございます。でね、このキャミソール前が二重になってるんですよ。こんな感じでわかるかな、二重になって中に薄いね、裏地がついているので、よりしっかりした感じだったりとか、あとこのホワイトの方はこの裏地がついてることで、なんていうんでしょう、このパッドとの境目が目立ちにくいと思います。やっぱパッドとの境目で透け感が気になったりとかっていうことがあると思うので、そういう面ではこれがね、一番気になりにくいかなという気がしました。ただ後ろはついてないので、ちょっと気になるかなとは思います。こちらのお値段が899円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ダブルストラップキャミソール、カラーがブラックのサイズは L サイズを購入いたしました。これはですね、パッドのついていないタイプのキャミソールになってます。なので自分の持ってるブラトップだったりとかを着て、その上から着るのがいいかなと思うんですが、この肩紐のところがね、ダブルストラップになってるんですよ。これがやっぱデザインがすごい可愛くて、前にも私これゲットしてたんですけど、すごい気に入ってるので今回またゲットしたんですけど、今まで紹介したキャミソールってこの横のところが剥がるような感じのデザインだったので、どっちかっていうとこう脇肉とかが乗りやすい感じのタイプかなという気がするんですが、これはまっすぐになっているので脇のところまでしっかりカバーできて、比較的に気になりにくいかなという感じです。でこれはですね、3色買いいたしました。ベージュとブラウンをゲットいたしました。どっちの色もね、すごい大人っぽい感じの落ち着いたカラーで可愛いんですけど、やっぱり私ちょっと黄みがかったような肌色なので、これはどっちかっていうとブルベさん向けなカラーになってるかなという気がします。紫ピンクっぽい感じの色のベージュなので、どちらかというと青みがかった感じの肌の方の方が綺麗に着れるかなと思います。ブラウンの方は肌には馴染みやすい感じの色でした。これはね、すごい生地が柔らかくって、私は生地感は今回買ったキャミソールの中では一番好きな感じだったかな。薄っぺらくもないし、分厚すぎてる感じもなく、硬すぎもしないのでいいなって思いました。こちらのお値段が999円でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。パッド入りリブキャミソール、カラーがオフホワイトのサイズが M サイズでございます。これもまあね、結構オーソドックスな形かなと思います。で、肩紐のところはこれ調節ができるようになってて、これもパッドがついてます。生地感もさっきのものと結構似てはいるんですけど、さっきの生地感よりも少しボコボコとした感じがあるかな。なのでもうちょっと分厚いような感じが私はします。そんなにこうカーブがかってるわけでもないので、割とまあスクエアっぽい印象にはなるかなという感じです。で、これもですね、もう一色購入してまして、ブラックでございます。今まで紹介したパッド入りのキャミソールはあんまりこう形のない、割とこう誰でも馴染みやすいようなパッドの形だったんですけど、このパッドはちょっとなんだろう、ボコっとしてるんですね。これ見てもらったらわかるかな、よりこうホールド感のあるような感じのパッドの形にはなってるんですけど、パッドの形が割としっかりしているので、私もそうなんですけど、あんまりこう胸がない方とかだとちょっとパカパカしやすいかなっていう感じです。なのでそういう方はどちらかというと、このキャミソールじゃなくって、さっき今まで紹介したようなやつの方がパッドはすごいフィットするかなという感じでございます。なので私は今まで紹介してきたキャミの方が好きだったかなっていう感じです。こちらの値段が999円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。パッド付きボーダー柄クロップド丈キャミソール、カラーがグリーンのサイズが M サイズでございます。このグリーンの鮮やかさとアクセントで入ってるホワイトとネイビーがめちゃくちゃ可愛くて、デニムとかと合わせても可愛いし、スウェットパンツとかと合わせても可愛いし、この上からシャツとか羽織ってもすごく可愛いと思うので、これも結構おすすめアイテムです。さっき紹介したこのキャミソールと形は似てる、サイズ感も割と似たような感じのサイズ感です。こちらのお値段が1299円でございます。ということで、キャミソールはこれで全部でございます。
では、続きまして、じゃん、こちらでございます。ショート丈ロンティー、カラーがオフホワイトの、サイズが M サイズでございます。すごくシンプルなロンティーをゲットいたしました。こういうのもですね、まあ、何でもボトムス合わせやすいので1個持っておいてもいいかなと思います。結構フィットするような感じのロンティーになっているので、1枚で着てもすごく可愛いかなって私は思いました。で、これもですね、2色買ってまして、こちらのブラックでございます。ブラックの方はそんなになんですけど、やっぱりホワイトは少し透け感が気になってしまうかなっていうのがあるので、中に着るインナーとかちょっと注意が必要かなと思います。生地感的にはそこまで伸縮性はなくって、ちょっと固めなのかな、本当に少しなんですけど、ふわっとしてて、ちょっとガーゼっぽいような感じの触り心地かなと思います。こちらの値段が899円でございます。では、続きまして、じゃーん、こちらでございます。襟付きリブニットトップス、カラーがオフホワイトの、サイズが M サイズでございます。このトップスすごい可愛いんですよ。このボタンがパッチンボタンになってるんですよ。ちょっとこのメタリックな感じがアクセントになって可愛いんですよ。生地はめちゃくちゃ伸びる生地で、結構柔らかめのリブニットになっております。で、これは3色ゲットいたしました。ブルーとブラックもゲットいたしました。このブルーね、めっちゃ可愛いんですよね。鮮やかなブルーで、いろいろと着回しができそうな感じのカラーで、これも良かったです、すごく。で、ブラックは安定に使いやすいと思うので、いろいろと着回しできそうかなと思います。私は個人的にこうボタンは上2つと下2つ開けて着るのが可愛いかなって思いました。 X っぽいようなシルエットを作ってあげるとよりスタイルアップできると思うし、こなれ感が出てすごく可愛いので、その着方もおすすめです。袖もね、ちょっと長めになってるんですよね。これ普通の半袖よりも割と長めのお袖になっております。こちらのお値段が1599円でございます。では、続きまして、じゃん、こちらでございます。ビッグカラーニットトップス、カラーがベージュの、サイズがフリーサイズになっております。これも襟付きのトップスなんですけど、さっきの襟付きのトップスと違うのがですね、胸元のところがね、結構深めになってるんですよ。これはボタンで調節できるんですけど、そもそもの形がこういう感じでビッグカラーになってて、胸元が深いタイプのトップスになってます。この形あんまり見ないかなって思うので、すごい珍しいなと思って買ってみました。これも割と袖は長めになってますね。さっきのトップスと同じぐらいかな。で、こちらももう一色ゲットしてまして、ブラックをゲットいたしました。このトップスはさっきのリブニットよりもちょっとね、ザラつきがあるような感じの、さっぱりとしたような感じの生地感になってて、より夏向けかなという気が私はします。さっぱりはしてるんですけど、全然着ててチクチクするとかそういうのはなかったです。部位が意識されるし、あとビッグカラーになってるので、顔はすっきり見えるようなトップスかなと思います。こちらの値段が1599円でございます。では、続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ラメシアラウンドヘムショート丈ニットトップス、カラーがオフホワイトの、サイズがフリーサイズでございます。わかりづらいかもしれないんですけど、ちょっとラメが入っててキラキラっとするような感じの透かしのトップス、こういうキャミとかを重ねて着るのが可愛いんですが、お袖がもう少し丈感があれば嬉しかったなって思いました。で、袖がドルマンスリーブになってて、ふわっとしてカフスのところでキュッとなる感じのお袖なので、割と可愛らしい感じの印象でした。で、裾のところはこんな感じ、ちょっとくるくるっとなってるようなデザインになっております。これもう一色ゲットしてて、ネイビー、ラメがね入ってるので、ちょっとこうチクチクとか気になる方がいるかもしれないんですけど、私もどちらかというと割とこういうラメとかには敏感な方なんですが、私でも大丈夫だったので、多分敏感肌の方でも大丈夫かなという気はします。シアーになってるので、夏でも肌寒い時とかに羽織るぐらいでもちょうどいいかなと思います。こちらの値段が799円でございます。では、続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。スカシャームニットトップス、カラーがアイボリーの、サイズがフリーサイズになっております。さっきのねトップスと似てるは似てるんですけど、アップで見てもらうと分かると思うんですが、そもそものこの編み方が全然違って、こちらの方がやっぱり編み目が粗くなっているので、より透け感というかがある感じのトップスですね。私はね、こっちのトップスの方が好きでした。これももう一色ゲットしてて、ブラックでございます。ブラックもね可愛いんですよね。シンプルにデニムとかと合わせても可愛いし、ちょっとこうアクセサリーをジャラジャラつけてあげたりとかして強めな感じで着たりしても可愛いかなと思います。首元のところもね結構広く開いているので、デコレートとかも綺麗に見えるデザインでした。ちょっと片方だけ肩落としてオフショルにして着ても可愛いかなと思います。こちらの値段が799円でございます。では、続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ストライプ柄ショート丈シャツ、カラーがイエローの、サイズがフリーサイズになっております。やっぱり今年イエローがね特に着てる
るカラーなのでトレンド感も出ると思うし、このストライプ柄のシャツっていうのはめちゃくちゃ使えるアイテムなのでゲットいたしました。個人的にはこのトップスにはチャコールっぽい感じのパンツを持ってきてあげても可愛いかなって思ってるので、そんな感じで着ようかなと思ってます。もちろんデニムとかでもね可愛いと思います。それも結構ボリュームがあるんですけど、このカフスのところは割とキュッとなってるのでふわっとしたようなお袖のシルエットになっております。こちらのお値段が1899円でございます。ということでトップスは以上でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ダメージカットオフワイドスウェットパンツ、カラーがライトグレーの、サイズは L サイズをゲットいたしました。このパンツめっちゃお気に入りです。身長が169センチで高身長な方なんですけど、ホワイトグレーのパンツとか今までちょっと丈感が足りないなっていうことがすごく多かったんですが、このパンツはめちゃくちゃロング、スーパーロングです。私でも全然引きずるぐらいの丈感になってて、あとはこの太もものところに入ったカットアウトされたデザインがすごく可愛くて、ここもとってもお気に入り。シルエット的には、ね、ワイドになっているので、もうほんとゆったり着れる感じ。ブーツにインしたりしても可愛いし、もちろんスニーカーとかヒールとかに合わせても可愛いし、あとは私はレースアップのシューズで裾をギュッと縛って着てあげても可愛いかなと思ったので、いろいろ着回していこうかなって思います。でこれもう一色実は購入してて、今ね履いてるんですよ。チャコールなんですけど、どっちの色も可愛い。全然雰囲気が変わって見えるので、これは2色買いをおすすめします。もう夏ほんとこのパンツにキャミソールで乗り切れるんじゃないかぐらいの勢いです。マジで裾がねこんな感じで立派なしの裾になってるので、そこがまたね可愛いんですよ。ラフな感じでウエストもゴムになっててめっちゃ伸びるので楽だけどおしゃれなパンツです。こちらのお値段が1799円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。ドローストリボン付きスウェットジョガーパンツ、カラーがピンクでサイズは L サイズを購入いたしました。可愛い色私はまあこの色に惹かれて買ったんですけれども、これもねスウェットパンツなんですけど、こっちは裾がキュッとなってるデザインのシンプルな形のスウェットパンツっていう感じですね。結構ねこの裾のゴムが強力で、割と太めのゴムが入ってるので、足首のところでギュッと止まる感じのスウェットパンツになってます。くるぶしのところらへんじゃなくて、それよりも少し上の膨らんできたところでギュッと止まりやすいので、なんかその分丈が短く感じちゃうかなっていうのは思いました。で私スウェットパンツいくつか持ってるんですけど、このカラー、ピンクのカラーっていうか、あんまりカラーもののスウェットパンツを持ってなかったのでゲットしてみました。ちょっと前からねずっとピンクにハマってるので、これも見た時に一目惚れでした。こちらの値段が1399円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ハイウエストストレートデニムパンツ、カラーがブルーのサイズが M サイズでございます。このデニムすごい形が綺麗でした。ストレートのパンツなんですけど、細すぎず太すぎずな感じで、割とスタイルアップして見えるパンツになってるかなと思います。生地はこれはね伸縮性はないので、ちょっとサイズ感は注意かなという気もするんですが、裾のところもちょっとおしゃれにダメージが入ってたりとかして、でハイウエストなのでスタイルアップもできるし、すごくこうシンプルなデニムなので、いろいろ着回しそうなアイテムです。こちらの値段が1799円でございます。デニムが1000円台で買えるっていうのはね破格なので、これは結構高見えするアイテムだと思う。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。フロントスリット入りフレアスカート、カラーがアイボリーのサイズは M サイズでございます。めちゃくちゃフレアなスカートです。ちょっとデニムっぽい感じの素材になってるので、形がこうしっかりとするような、本当に広がって割とボリューミーなスカートになってます。でもこの前のところにスリットが深めに入っているので、重たすぎない感じで着れるスカートです。これおしゃれですよね。デザインが珍しい感じのスカートだなと思ってゲットしてみました。でこれが2色買いしてまして、ブラックでございます。本当真っ黒っていう感じのカラーなんですけど、このスカートですね、実はストレッチが効いてて結構ね効いてるんですよ。だからすごい履きやすかった。ウエストもしっかりと細めに作られているので、ウエストがバカバカするなっていうのもなかったし、私はこれはせっかくこの前にスリットが入っているので、なんかこうブーツとかを合わせてあげて、ウエスタンブーツとかね前から覗く感じとかでも可愛いかなっていう気がしております。こちらのお値段が1499円でございます。ではボトムスはこちらで以上でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。レザートートバッグ、カラーがブラックのサイズはフリーサイズになっております。このバッグね、サイズ感がすごいちょうどいいなって思って、大きすぎずちっちゃすぎずな感
感じのトートバッグで、レザーになってるのでさって持っててもすごくおしゃれに見えるトートバッグだなと思ってゲットしました。作りもしっかりしているのでラスっぽく見えるなっていうのもないし、すごい使えそう。これはね2色買いしまして、もう1色がオフホワイトをゲットいたしました。ホワイトのねバッグって可愛いですよね。私最近ホワイトのバッグちょっとね集めちゃいがちなんですけど、ベーシックなカラーだけど意外とこう差しのアイテムとしてもすごく使えるので、ホワイトのバッグってだからねこちらの2色を選びました。中はこんな感じになっております。このボタンは磁石になっているのでバチッと締めることができて、内ポケットが1個ここにすごい便利なバッグ。こちらのお値段が1399円でございます。では続きまして、じゃじゃん、シューズをゲットいたしました。 V カットミュールサンダル、カラーがイエローのサイズが 25cm でございます。 V カットになってるのですごい足がすっきり見えてとても綺麗に見えるシューズなんですけど、ちょっとやっぱり細めかなっていう気がしたので、履き慣れるまでがここのところがちょっと靴ずれが怖いかな。素材はねそこまで硬くはないんですけど、やっぱり履き慣れるまでは少し時間がかかりそうなシューズです。黄色もそこまで高くないので歩きやすいし、このイエローカラーが差色になるので夏とかすごく使えるなって思います。私はねこういうヒールを今季はダボっとしたデニムとかと合わせるのが気分なので、そんな感じで履いていこうかなって思います。こちらのお値段が1699円でございます。では続きましてラストなんですけれども、じゃじゃん、こちらでございます。ナローストラップヒールサンダル、カラーがブラックのサイズは 25cm でございます。私あんまりヒール普段から履かないので全然持ってなかったんですよ今までヒールを。そうだからちょっと今回ねヒールを多めにゲットしました。これはさっきのヒールよりももっともっと高さのあるヒールです。細めのヒールなのでより女性らしい感じも出てとても可愛いです。これもで、これはですねなんと3色買いいたしました。このデザインすごい可愛いなと思って、じゃじゃん、こちらのオフホワイトとオレンジをゲットいたしました。かわいい、なんか夏なんか夏ですねこの画面。今ここに見て思ったのはちょっとやっぱ色物が多めかなっていう気がしました。色の中でもこういうパキッとしたカラーがやっぱり可愛いので、夏はオレンジめっちゃ可愛い、めっちゃいい色で、このサンダルはですねストラップがついてるのでかかとのところを引っ掛けれるようになってるので、高さはまあまああるんですけど割と歩きやすそうかなって思いました。まあ、なのでヒール初心者の方とか私みたいに挑戦しやすいヒールかなと思います。これ形がつま先のところスクエアトゥールになってるので、そこもすごい可愛くてお気に入りです。こちらのお値段が1799円でございます。はい、ということでこんな感じで今回の購入品は以上でございます。今回も大量にゲットいたしました。全部で39点かなあったんですけれども、合計の金額が5万61円でございます。多分合っていれば、計算が間違ってなければ5万61円でございます。気になるものとかありましたかね皆さん。コメントとかでもいただくんですけど、グレールってどっちかっていうと可愛い系統のお洋服が多くて、私は普段からメンズライクなものだったりとかかっこいい感じのファッションが好きなので、私でも着れるような感じのアイテムをいつも選んでいるので、色違いなアイテムとかもね多かったは多かったんですけど、同じ系統の方で探してた方はぜひお買い物の参考にしていただけたら嬉しいです。でいつもあげてるんですけど、今回もインスタでねリールでこれでいくつか紹介しようと思うので、ぜひそちらもチェックしてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。